どうもこんにちは。日本テレビのミトちゃんこと三浦麻美アナが10日放送のチックで紹介したパンの食べ方をめぐり、ついつい大好きなバターを提案したところ、商品紹介のナレーションを追い越してしまうというやらかしをしてしまい話題となっています。この日の三浦麻美と一緒に朝ごはんは、シマウマパンの宮島ブルーベリーブレッドを紹介。三浦アナの前にパン一切れが用意され、早速かじりつく三浦アナ。あ、おいしい、ブルーベリーたっぷりと感想を口にしました。そしてちぎって3口目にやうんうんうんとうなずくと、追いバターしても良さそうとバター好きらしい提案も。すると商品紹介のナレーションがバターをつけてもおいしいと後追い。これには三浦アナも目を丸くして我が家を得たりと大うなずきの三浦アナ。その後6口目を口の放り込んで見事フィニッシュしたのでした。目を丸くした三浦アナの表情がとても良かったですね。今回話題となった日本テレビの朝の情報ジップですが、スタートから13年目にして窮地に陥りつつあるようです。日本テレビは9月18日に改編説明会を実施、より多くの視聴者の支持を得るという本来の目的のため、年度の途中ではあるものの視聴率目標を見直し、従来の個人全体視聴率、コアターゲット視聴率両方3冠に戻すことにしました。各番組は2023年の個人全体コア視聴率を超えることを目指し、その結果個人コア3冠につなげますとしています。その上でジップを3部制にするとも発表。第1部を関東ローカル番組とすることで、系列各局が地域に根ざした情報を伝えやすくなります。ローカル、全国ネット2つの力で、日本テレビだけではなく各エリアの視聴率アップ、そしてジップブランドの価値を高めますとも説明しています。10月以降ジップは早い時間帯、関東地方は今まで通り最初からジップを見ることができますが、それ以外の地域はその地方独自の番組を放送することになるということです。つまり地方ではジップの需要がないと判断されたということでもあります。地域に根ざしたニュースを放送した方がニーズがあり、視聴率も期待できるということではないでしょうか。21年3月前任の増田一さんに代わって三浦麻美アナウンサーが MC に就任すると決まった時には、ライバル番組の目覚ましテレビを一気に食うのではないかとまで言われたジップですが、現状全くそんなことはなく、現在に至るまで目覚ましテレビの天下が続いているようです。また昨年には24時間テレビの放送にあたって三浦アナがジップ内で涙の謝罪をしたことが視聴者離れにつながったのではないかとも言われています。2023年11月日本テレビの系列局の元幹部が24時間テレビの寄付金の一部を着服していたことが発覚。このことで24時間テレビの放送の是非が問われる事態となりました。この問題を受け、三浦アナは6月20日放送のジップ内で、皆様からの信頼を裏切ってしまう行為です、改めて心よりお詫びいたしますと謝罪。その後も本当に申し訳なく思っていますし、心苦しく思っていますと頭を下げ、でもだからこそ皆様が作ってくれた24時間テレビを私たちは続けたいですと、今年も同番組を放送すると説明していました。三浦アナはジップに続いて同日放送のデーデーにも生出演。24時間テレビの着服問題について再び謝罪することとなります。ジップ出演時、三浦アナが目に涙を浮かべて説明をしていたこともあり、とりあえず社長が出てくるか番組辞めるかしかないですね。1階の女子アナに謝罪させて終わらせるつもり、三浦アナが涙を流してまで謝罪することではないだろう。今回の件に関係した経営陣全てが表に出て誠心誠意謝罪するべきだろうなど、日本テレビや同局上層部に対する厳しい声が X には殺到することとなっていました。現在のテレビ界は13から49歳のコア視聴率を最重要視しています。
三浦アナ MC 体制の SIP のコア視聴率は 3% 前半で、ライバルの目覚ましテレビは 3% 後半をキープ。 1% まで差は開いていないが、明確な差があり、加えて三浦アナの涙の謝罪のダメージ、そして今回のジャンポケ斉藤の大不祥事と SIP にとっては厳しい状況となっていることは間違いないようです。斉藤といえば女性問題が相次いで報じられ、日テレはこの時点で朝の爽やかな情報番組である ZIP にふさわしくないとして、斉藤さんを降板させる選択肢もあったはずです。しかしそうはせず起用を続けた結果、今回の不倫どころではない警察沙汰のスキャンダルが起きてしまいました。もちろん番組に非はなく、斉藤が悪いものの、とにかく ZIP には視聴者が離れていく出来事が相次いでしまっています。そんな三浦アナは毎週水曜日の朝、斉藤のボケに大笑いしながら番組を進行しており、そんな様子を思い出してか、ネットでは三浦麻美を泣かすんじゃねえよ、このニュースをミトちゃんが伝えなきゃいけないの辛すぎないか、ジャンポケ斉藤さん ZIP 就任したばかりの時も不倫報道されてミトちゃん困らせてたよね、もうしないみたいなこと言ってたけどやったことクズすぎるよと斉藤への猛烈な批判が上がっています。しかし怒りの理由はそれだけではないようで、芸能プロ関係者は指摘、番組降板時 ZIP をはじめ斉藤さんがレギュラー番組を降板する理由は体調不良と言われていました。急な発表となった降板について三浦アナは番組冒頭に状況を説明し、本人から申し出があったことを報告、そして最後には斉藤さん、水曜日毎週楽しかったです、本当にありがとうございましたと感謝を述べていました。純粋に斉藤さんの気持ちを尊重の上、降板を受け入れた三浦アナの感謝のコメントを聞いていた視聴者、今回の件で怒りがこみ上げてくるのも無理はないでしょうと語っています。三浦アナへの裏切りとも取れる今回の騒動、三浦アナは今どんな心境でいるのでしょうか。 ZIP 就任時にコメントを求められた斉藤さんは、未だに信じられません、壮大なドッキリなのではないかと思っています、笑と笑顔で答えていました。三浦アナも今回の件については信じられず、ドッキリだと思いたいに違いないでしょう。三浦アナは今後 ZIP で斉藤について語ることはあるのでしょうか。また日本テレビの定例社長会見が9月30日東京汐留の同局で行われ、来年の24時間テレビ放送について前向きに検討と主張しています。数多くの難題を抱えた中での放送は、チャリティーマラソンランナー安子さんの姿が多くの共感を集め、完走後には瞬間最高視聴率 25.4% を記録。副社長の福田博之氏は、我々としては世の中の厳しい目がございましたので、今年の視聴率にもこだわっていた、最低でも前回をクリアしたいと考えていた、それは叶いました、取り組みについて全てが評価されたわけではないということは当然理解していますが、評価はいただいた、安堵と感謝ですと安堵した様子。来年の放送については、今この時点で編成しないという判断はない、前向きに検討したいと言い、キャスティングは全くの白紙、旧ジャニーズ事務所所属のタレントが出ることも、必ず出ますや必ず出ませんとは言えないと語るにとどめています。そんな24時間テレビといえば、安子さんが SNS にてチャリティーマラソンのギャラ1000万円ってデマが飛び交ってるけど1000もいただいてないですよと投稿し、注目を集めていたギャラ騒動、これを受けてネット上では2人を称賛する意見が上がる一方、他の出演者のギャラに注目する声も上がっていました。そもそも24時間テレビはチャリティー番組を歌いながら出演者に多額のギャラが発生しているのではないかと疑問視する向きも多いです。出演者のギャラの詳細は曲も沈黙を貫いていますが、10年ほど前に写真週刊誌でメインパーソナリティを務めるグループが5000万円、総合司会が500万円などと報じられたことがありました。曲としては今後もギャラ問題はスルーという基本スタンスを貫く可能性が高いでしょうが、今年は募金の着服問題があったばかり、
10月に予定される募金総額の発表の際、出演者のギャラの扱いについて説明を求める声が視聴者から噴出してもおかしくありません。募金の使われ方が気になるのは仕方がないことですよね。来年は募金の使い道をオープンにすることで、少しは24時間テレビが評価されるかもしれませんね。視聴率の低下で窮地に立っている日テレ、そんな日テレの今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。